SCP-753JP。 アイテム番号、SCP-753JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル、SCP-753JP は標準的なセーフクラスオブジェクト収容ロッカーに鍵をかけられ、保管されます。すべての研究員は現在あらゆる使用実験が中止されていることに留意すべきです。説明。SCP-753JP は段ボールと厚紙、その他装飾に使われたカラーテープや油性マジックを使い幼児が作ったような外観をしているボタンです。県に配置されたエージェントが一体での不審なポルターガイスト現象を財団に報告し、調査された時に、家の屋根裏部屋で発見されました。家主の夫婦は妊娠する能力を持っていなかったため、子供はいません。当初側面には、ガレージ、と黒く書かれた文字がありましたが、SCP-753JP の特性によりこれらは変更されています。SCP-753JP は、上部にある赤いボタンを押すことで、側面に現れた文字から推測されるシステムのアクティブ、非アクティブを反転する能力を持っています。発見当初表示されていた、ガレージ、は発見された、家のガレージのシャッターを開けることに成功しています。しかし、周辺地域で他の家に異常性が見られないことから、効果を発揮するのは一つの事例のみに限られると見られています。非アクティブになると表面の文字はその他のランダムなものへと変化しますが、実験記録4より使用されなければ他の文字へ変化する特性を示しています。現在すべての実験は禁止されています。実験記録1、日付2000年6月13日。この実験は半径 10km の範囲で監視されながら行われる。表示された文字。エアコン、結果。観測できず、範囲は財団の初期想定を超えているものとみられる。実験記録2、日付2000年6月15日。この実験は半径 20km の範囲で監視しながら行われる。表示された文字。アンプ。結果、現地で開催された音楽グループのライブ会場のアンプの電源が切れる、ただの偶然であるのか分類不能。実験記録3、日付2000年6月18日。表示された文字。携帯、結果、観測不可能。財団は一般人の PHS の電源動作が人の手であるかオブジェクトの効果なのか判別できませんでした。実験記録4、日付2000年6月24日。表示された文字。ミサイル、実験中止。追記、1週間と3時間後に表示が沈むように消え、文字が浮かぶ様子が観測される。実験記録5、日付2000年6月30日。表示された文字。扉、結果、サイト、のメインゲートの開放を確認。職員の、がゲートを開放する姿が確認され、尋問を行いましたが、なんとなくそうしたかった、との証言を繰り返し処分は保留されています。メモ、扉、の表記がなぜ財団施設のメインゲートを指していたのか、その理由について現在研究中です。実験記録5の後、意地悪嫌い、という文字が表示されました。インタビュー記録、日付2000年7月2日。対象、SCP-753JP。インタビュアー、博士。不起、表示された、意地悪嫌い、の文字から筆談による意思疎通の可能性を探るべく実験を行いました。筆談はオブジェクト側面に鉛筆で記入すると、記入した文字が消え、返答と思わしき文字が浮かび上がることで成立しています。インタビューに際してこの間、スイッチを押すことによる異常な装置の作動などは観測できませんでした。博士、何がしたいの ?SCP-753JP、公園に行きたいの。博士、公園で何をしたいの ?SCP-753JP、ブラコンに乗りたいんだ。博士、何が意地悪なんだい ?SCP-753JP、おじさんたちは僕のこと嫌いなんでしょ文章の改行がなく側面を超えて他の面まで届いている博士、そんなわけないじゃないか。SCP-753JP、嘘。博士、なんで嘘だって思うんだい ?SCP-753JP、
みんな嘘つくんだ。僕は病気じゃなかったのに。博士。何のことだい？僕たちは君を知らないんだ。SCP-753-JP。嘘だ、みんなそうやって来たんでしょ。覚えてないだけだ。博士。お母さんのことかい？ SCP-753-JP。お母さんは病気じゃなかった。なのに病気だって言われたんだ。博士。のこと？お母さんは病気で仕方なかったんだ。SCP-753-JP。嘘ついたんだ、お父さんが。博士。お父さんは嘘なんかついていないよ。SCP-753-JP。嘘だ、君はお父さんじゃないくせに。博士。どうしてわかるんだい？ SCP-753-JP。お父さんはそんなこと言わない。博士。お父さんに会いたい？ 5 分13秒返答なし。SCP-753-JP。会いたい、けどみんな嫌い。終了報告書。これ以上の返答はなく、対象はこの後19時間休止状態に陥りました。実験記録6、日付2000年7月3日。これより全ての実験を禁止。表示された文字、結果。未使用、現在まで表示は変化せず。ほい。は米国政府の保有するイクブム世界同時展開の最終起動スイッチであると推測されています。これ以降の筆談の試みは全て失敗に終わっています。実験記録7、日付2014年4月8日。表示された文字。今、結果、財団は現在事態収束に向けて尽力していますが収集の目処は吹かず、抜本的な収束案があれば誰でも、博士提案してください。